藤原元常は、平安時代前期の苦行。藤原北家、中納言、藤原長良の三男。摂政であった叔父、藤原義房の養子となり、義房の死後、聖和天皇、陽贖天皇、高校天皇、宇田天皇の四代にわたり、朝廷の実権を握った。陽贖天皇を暴虐であるとして廃し、高校天皇を立てた。次の宇田天皇の時悪行事件を起こして、 その県政を世に知らしめた。天皇から体制を委ねられ、日本史上初の関白に就任した。中納言、藤原ながらの三男として生まれたが、時の権力者で男子がいなかった王子、吉封に見込まれて、その養子となった。忍寿元年東宮で元服した際に、門徳天皇が自ら加管するほどの交流を受け、小六以上に除される。最高年間から天安年間に、 左平城、小納言、左この絵少将を経て、倉尾と頭に干せられる。上元年間に、左この絵中将を兼任し、三位に任せられて苦行に列する。上元八年、大天門の炎上に妻子大納言、友野義雄が、左大臣炎心を布告し、右大臣、藤原義美が左この絵中将であった元常に、逮捕を命じるも、元常はこれを怪しみ養父。 義父さに告げ、義父さの尽力によって真は無実となった。その後、密告があり、友の義雄が、真犯人とされ、流罪となり、連座した王ともし、騎士が大量に処罰され、これら上古からの名族へ大打撃を与えた。同年、十三味に女子、中納言を廃す。その後、左近江絵中将を兼ね、さらに左近江大将へ進み、道の区では汗せちを兼ねる。 上岸十二年大納言に転じる。上岸十四年三木大臣を廃する。同年、摂政だった、矢部義尚が皇居、代わって朝廷において、実権を握った。元爪の実妹高子は、清和天皇の尿子で、第一王子の定名親王を生んでいた。翌年、十二位に上される。上岸十八年、清和天皇は、定名親王二条位。 まだ9歳と幼少であったため、吉封の洗礼に従い、神定のおじである元常は、摂政に任じられた。元行2年、出和国で、蝦夷の不襲が反乱を起こしたため、脳裏で知られた、藤原康則、武人能の,の春からを起用し、翌年までに、これを陳むせしめた。また、元行3年以降数年をかけて、約50年ぶりに、反電修事を実施している。元行3年、 菅原ただ自然らと編纂した日本、文徳天皇実録前十巻を完成させた。元行四年大城大臣に任せられる。翌年、十一位。元行六年、陽精天皇が元服するが、この頃から関係が険悪になった。元常は辞職を申し出るが、許されなかった。これはこの時代の記録によく見られる儀礼的な事態ではなく、 政治的な意味があったと考えられている。その後、元常は辞職が認められないと見るや、朝廷への出資を停止し、辞邸の堀川院に引きこもってしまった。ただし、聖は天皇の上位の御子とのりに、小主の御用や満期の間、摂政に任ずると書かれている以上、元服を機に申請への準備を進めた後に辞表を提出し、その後に自宅に退いて、 天皇の判断を待つのは当然の行為で、しかも儀礼的な事態の範囲とされる三度目の辞表提出中に天皇の大位騒動が起きたものであるとして、これをもって元常と天皇との関係の判断はできないとする反論もある。元常は妹である皇太后、藤原孝子とは大変仲が悪かった。有原の文子の徴用を含めた孝子の元常を軽視する諸行動が、 元常が後に、外籍関係を放棄をしてまでも、高子とその子である、妖精天皇を排除させるに至ったとの見方もある。ただし、有原の文子を行為としてその間に、未婚女を設けたのは、清和天皇自身である。高子が、清和天皇との間に、丁名親王、丁保親王、厚子内親王を設けたにもかかわらず、清和は姿勢を問わず、数多の女性を受胎させ、 多くの巫女を設けていた。このことから、もとつねも母方の羊が高くない娘、より子を受代させ、さらに同じく羊の低いかす子を受代させ、外村の誕生を望んだために、高子の反発を招いたと見ることもできる。元行7年11月、宮中で天皇の馬の子、源マが殺される事件が起きた。それが、本当に殺人なのか あるいは過失なのかは不明であり、また犯人も不明とされた。しかし、宮中では、妖精天皇が殴り殺されたと噂された。この事件の直後、馬好きの妖精天皇が馬屋を金中に作り、火の者に世話をさせ、飼っていた事実が明らかになる。元常は宮中に入り、天皇の取り巻きと馬を放逐させた。後の記録には、妖精天皇は、 暴君として描かれており、それによると天皇は飼わず、蛇を捕らえ、または犬と猿を戦わせて喜び、人を木に登らせて、墜落死させたという。元行八年、元常は天皇の廃立を考え、人名天皇の時に敗退死された、常貞神皇に打診したが、すでに出家していた神皇から拒否された。そこで、人形天皇の第三王子の時安神王が、 謙虚寛大な性格であったので、これを神定と決めた。時安新郎の母は、藤原不殺つぎの娘、沢子で、元常の母、音春とは姉妹であり、元常は時安新郎のいとこにあたる。苦行を集めて、天皇の範位と時安新郎の衰退を儀したところ、左大臣みなと通るは、自分もその資格があるはずだと言い出した。元常は生を賜ったものが、 定義についた例はないと退け、ついで三に藤原諸葛が元常に従わぬものは切ると同括に、及び定義は決した。苦行会議の決定をもって、妖精天皇に退位を迫った。孤立した年少の天皇に、こうする術はなかった。元常は、時安新王を即位させ、新王は、高校天皇として即位した。高校天皇は、擁立に報いるために、 大城大臣である元常に体制を委任する、御事の理を発した。これを、いわゆる、実質上の関白就任と呼ぶこともある。天皇はすでに55歳だったが、皇子の決定も元常に委ねるつもりで、あえて定めなかった。天皇としては、元常の妹である、藤原孝子の子で、養精天皇の弟であった、京保新郎に、天皇位を継がせたいと元常は、 希望するであろうはずであると考えていたらしく、即位して、すぐの6月に、自身の未公女26人を全員、親戚降下させて現地とすることで、自らの系統には、行為は継がせないことを元常にアピールした。任の3年、高校天皇は重篤に陥った。元常は相変わらず、妹、高子とは、仲が悪く、その子である、低保親王を、おいであるにもかかわらず、 元告は避けていた。そのようなこともあり、元告は帝保親王ではなく天皇の第七御子の源の帝政を皇子に推挙した。帝政は天皇の移中の子であり、天皇は元告の手を取って喜んだ。もっとも、帝政は高校天皇即位以前より生児を務めた元告の妹敏子に養育されており、藤原氏とも無関係ではなかった。 親戚降下した者が即位した先例がなかっため、臨終の床にあった天皇は帝政を、まず親皇に服し、さらに東牛となした同日に崩御した。帝政は直ちに、歌天皇として即位した。歌天皇は、先帝の礼に習い体制を元常に委ねることとし、左大弁、立花の広首相に寄贈させ、満期はすべて、大城大臣に感覚し、 シるの日草下すべしとのみことのりをする。関白の豪がここで初めて登場する。元常は儀礼的に一旦辞を行うが、天皇は重ねて構想に寄贈させ、よろしく阿光の任をもって今日の任となすべしとのみことのりをした。阿光とは中国の古事によるものだが、これを文章博士、藤原佑ヨが阿光には暗いと落としも、 職所なしと元常に告げたため、元常はならばと政務を放棄してしまった。問題が長期化して、半年にも及び政務が渋滞してしまい、歌天皇は困り果て、真意を伝えて異武するが、元常は納得しない。阿公の職所について学者に検討させ、構想は言いがかりであることを公弁するが、学者らは元常の意を迎えるばかりだった。結局、構想を罷免し、 天皇が自らの誤りを認める見事のりを発布することで決着がついた。これにより藤原氏の権力が天皇よりも強いことを改めて世に知らしめることになった。これを書位、正式の関白就任と呼ぶこともある。元常はなおも構想を売る罪とすることを求めるが、菅原道真が書を送って還元して収めた。この事件は天皇にとって屈辱だったようで、 元常の死後に、菅原道真を徴用するようになる。歌天皇と元常との関係は一応修復され、政務を取り始めた。任那四年に、娘の厚子が、女吾に上がっている。官平三年、病床につき皇居。去年五十六。小一位が送られ、秋信と送りなされた。また、関白の地位は元常は亡くなった後も置かれた。 日付イコール旧歴元常を中祖とする藤原北家及び藤原北家と近しい関係にある村上源氏が朝廷の主流を占め続けたこともあり近代以前には暴君、妖勢天皇を廃した後進として正雄王、龍河を廃した全漢の各光になぞらえる説が儒学者を中心に唱えられた。村上源氏の北畑家下房は人道政党期において 敗意を称賛し、その、赤前の余計によって、元常の子孫が石灰を独占したと記述している。芥川龍之介の短編、地獄編の冒頭に登場する、堀川の大殿様は、元常と推測されている。ありがとうございます。